に移ります最外9番の砂が豊かいや、内から1番の柏が行くかスタート牽制が入りましてここで5番の竹内優作がスーッと外を回ってドインとの距離を縮めていきます。 さあ2番手以降距離あって9番の砂が3番手に1番の樫野がいて7番松本秀之介が4番で8番の今井聡氏の後ろには6番の稲村由伸が追走して関東ラインの並びはできています4番の藤岡隆二7番手そして後方では2番の木村博と3番の妖怪者博之がいます関東勢のほか並びはまだまだこれからといったところスタート我慢比べが 軽く入って、それを見て五番の竹内が前を取りました。競争は二週間目に入りまして一コーナーを回ります。並びはまだまだ、しかしながら徐々にと出来上がっていく。二番の木村博人が、そして三番の横海一也博樹が後方から二コーナーからバック車をそれぞれの並びを作るため進めていきます。五番の竹内が前で受け。 3番の妖怪千尼がその後ろへそして2番の木村を3番手に迎え入れたのが9番の砂永優、ただ北日本勢が3、4番手です7番、松本英之介の後ろには1番の樫野そして4番の藤岡の中四国勢が追走そして真っ先に並びを作っていた関東勢は初手は後方の8番手です周回は3周回目に入って1コーナーから2コーナーへと向かいます5番の竹内聖、聖光鵬ここ2場所大きい着が続いています 2番の木村が3番手近況はまさに原点回帰のホームバック本数それぞれ20回を超えています7番の松本は5番手さあ別府記念に輸出したその勢いで今回もスピードに乗せていきますか追っていくのは得点上1番のカシノです そして関東勢が後方からレースを動かして4コーナーを回り切りましたさあホームストレートスーッと上がっていきまして8番の今井聡が先頭を代わって4周回目の1コーナーです関東勢の動きに乗って西日本勢も行動開始7番の松本が乗って1センターから2コーナー今井を抑えてさらに北日本勢も仕掛けてくるこれで中部勢が後方の展開さあ8番の今井は。 どうでしょうか1番のカシノのインコさんですがこのまま7番松本の後ろで粘りましたさあ松本裕之の後ろがもつれている逃げるのは2番の木村博司レースは最終周回1番のカシノは7番松本の後ろを守りましたそして4番の藤岡続いています 最終1センターから2コーナー2ゲームは2番の木村3番手まくりは7番の松本9番の砂川のブロックをうまく受け流して乗り越える松本秀之介1番のカシノは連結外れました宇宙長4番藤岡ついて9番砂川とのもつれ直線構成入ります7番の松本秀之介まずは7番の松本の押し切りから2着9番の砂川3着2番の木村か第9レース1予選競争の9組目です 7番の松本秀之介が高一キープからのまくりではあったんですが9番の砂川のブロックに1番樫野が連結乱れ結果その9番砂川豊が2着かけた2番の木村も3着に粘りました7番9番2番です決定までしばらくお待ちください第9レースでした。